皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと元女の子の森田純太郎です。イエーイ。今回はかなり踏み込んだ、ことを聞いちゃおうかなと思うんですけども、私は普段よくポコチンとか金玉とか、そうこの前びっくりしたのが、街でなんかスクランブル交差点歩いてる時に、あ、女性器 YouTuber だって、私なんかすれ違いざまに言われてこいつ舐めてんなって私思ったんですけど、女性器 YouTuber やばいっす、やばいっすよね。今回私が、森田さんに聞きたいのはお股状況、おまた事情、はい、元女子のおまた女子え、ポコチンつけるのみたいな、なんかそういう話になってくると思うんですよ、はい、その部分をちょっと聞きたいんですけども、元女子の人は、はい、多分2パターンかなって僕思ってるんですけど、まあそのポコチンをつける人もいるんですけど、ここに管を通してもうピアスに穴開けるみたいな感じで1年くらい毎日抜いて消毒するんですよ。え、やばっ。で、ほんだらここ、うわやば、怖い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 、ベッて取って、はいはい、くるって丸めてプッてつけるとポコチンの出来上がりです。それって機能とかってどんな感じなんですか、はい、その、いや、要は勃起、あ、はい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 、はい、男性的なその機能とかあるじゃないですか、はい、それってどうなってるんですか。勃起はもうしないですね。昔は中にその柔らかいちょっと硬い素材を入れて、はい、自分でこう角度を調節、まあ言ったら性行為の時にとかっていうのができるようにしてたらしいんですけど、うん、その中に入れてるのが硬くて、うん、覆ってるのが皮膚で柔らかいじゃないですか、うん、バーンって突き抜けちゃったりとかしたので、最近はもうふにゃっていうのをちょっとつけるっていう、もうルックスだけに、ルックスだけの、あ、なんか私がそのニューハーフバーで働いた時に、はい、元女性の方が来てて、はい、その話になったんですよ、はい、したらなんか腰のところにボタンがあって、はい、それを押すとウィーンってなんか勃起するみたいな、うん、マジっすか。どうなんだろう。でも僕はその勃起したいなと思って、チンチンつけたいなと思ってやった、はい、調べた時はもうそれでしか情報載ってなくて、はい、でもまあ医学進歩してるからどこかで、やばいですよね。腰にボタンついてるよって言ってたんですか。なんか ボタンついてて、はい、ポチってやったらウィーンって、欲しいそれで、これをやるんですけど、はい、これの手術も、はい、つけてもなんですかね、尿漏れしちゃったりだとか、ここからもうパーって、はい、どんな絵だみたいな感じですけど、はい、出ちゃったりとか、はい、結構リスクがあるんですよ。本当死亡のリスクもそれこそありますし、死亡、はい、なんか全然違いますね、元男子と元女子の股間って、性転換、うん、確かに、まあ、あるものを取るのは簡単だけど、ないものを作るのは難しい、はい、あ、そうですよね、はい、だから手術しない人が結構多いんですよね。僕の知ってる方とかでもあんまりそのポコチンつけるところまでやってる人はいない。じゃあ例えばなんですけども、はい、性行為をするときってどうしてるんですか、はい、やっぱり人によると思うんですけど、その穴を使うのは嫌だよっていう人結構多いんで、あ、女性器のその膣を使うのが、そうです、そうです、はい、なんで多分人によると思うんですけど、僕は穴は使わずに陰核、はい、陰核を、はい、まあ、ちょ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 っていじっていただくというか、女性に何の話してんだろうこの前一緒にお酒飲んだ時にも、はい、なんか言ってたじゃないですか、まあ、普通の女性の陰核ってもう本当こんな、まあ、こんなって人それぞれあると思うんですけど、こんなちっちゃいんですけど、米粒、米粒、米粒ほど、まあ、米粒、あ、そうか、もうちょっと3粒分くらいなんですけど、うん、それが男性ホルモン打つと肥大してきてニョッキってこう生えてくるんですよ。どんくらいですか、長さで言うと。みんな例えやすく言うと第一関節、小指、小指の第一から第二の間、まあ、人によるえ、やばくないですか、こんな長いんですか。長い人もいます。え、やば、え、なんか吸うんですよ、機械で、自分で吸う、シュパシュパシュパって吸うと、うん、まあ、僕はこんなもんなんですけど、え、むしろポコチンじゃないですか。いや、ポコチンです。しかも包茎、え、そうですよね、男性の亀頭ちゃんが、亀頭ちゃんって女性の陰核の進化系なんですよね、はい、ってことは女性の陰核ちゃんが男性ホルモンで進化するとタートルヘッドになるって、はい、新生児の赤ちゃんくらいの、僕はそんなに大きくないかくらいは、あ、じゃあそのちょっとちっちゃいぐらいなんですね、はい、ただ挿入とかはできないんで、やっぱりこうそういうことをしたい人は
手術に。あ、なるほどなるほど。っていう感じですかね。え、すごいこと聞けた。これあんまり YouTube でないんじゃないですかね。やっぱどっちかっていうと、ね、その元女子の方ってあんまり自分の股間事情言いたがらない人が多いっていうか、まあそれはもう私もすごい周りにもいるんでなんとなくわかるんですよ。やっぱ元男の子っていうのはまあ結構ハードル低いじゃないですか、性的、まあ一応命に関わる手術ですけども、元女性の方と比べたらその手術に対してのリスクがまだ少ない方だから、みんなこうやって堂々と話せるっていうのは、だから今回なんか聞いていいことと聞いちゃいけないことがあるのかなって私自身少し躊躇してる部分あるんですけど、結構あの聞けてよかったです。全然、はい、もう大丈夫ですか、これ以上なんか言いたいこととか、俺のまたこうやってんだぞみたいなもうないですか。はい、朝立ちしますってことだけ言っときます。輪郭が朝立ちします。大きくなるんですよ、興奮するとちょっと膨らんでくると、もうこのサイズがこれになるみたいな、ほんとそんなちっちゃい変化なんですけど、朝ちゃんと元気になるっていう。やば、はい、なんか人間の体の神秘をなんか感じますよね、すごい、はい、朝立ち、ちょっとフリーズしちゃうんですけど、朝立ち朝立ちするみたいっすよ。今日しました、今日しました。今回は森田純太郎さんにかなり踏み込んだあの話を、聞かさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。え、 YouTube で話してます、自分のこと、こういうの、あの股間の話ですか。はい、あのこの間1本あげたんでよかったら。あ、本当ですか、はい、あ、そしたらもうあの森田さんの、チャンネルのリンク下に貼っておきますんで、ぜひ。宣伝うまいっすねうまいな。あ、もちろんコラボしていただいたんで、リンク下に貼ってますんで、ぜひそちらも見てください。ということで、じゃあ SNS の宣伝をちょっとしていいですか。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録もしてね。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。可愛くて見とれてた、ご飯、本当に。本当ですか、本当可愛いです。いや、あの結構です普通に見てた今動画撮ってるって思ってます。後半すいません。本当ですか。え、あ、ちょっとこのボーナストラックで、はい、ちょっともうお聞きしたいんですけども、森田さんから見て私はあの元男に見えますか。見えません。お、マジっすか。マジで見えない。なんか厳しいじゃないですか、その性転換者同士の、はい、その目って厳しくないですか、はい、なんかやっぱ街で歩いててもなんとなくこう、うん、分かるじゃないですか、はい、カロンさん本当に見えないですか。私でも私結構ごついなって思っちゃうんですよ。いや、なんか服とかも多分もう自分のことを分かってるというか、うん、一番綺麗に見える服着てるって言ったらなんかあれなんですけど、うん、たとも全然ちょっとすみません、なじるように見てますけど、うん、ごめんなさい、今あぐらかいちゃってますけど全然マジで見えないです。あ、マジですか、うん、僕最初本当に失礼なんですけど知らなかったんですよ、うんうん、でコメント来てめっちゃ可愛い子からコメント来たやん、しかも登録者をって思ってバーって見て、金玉の話下ネタ系の女性 YouTuber かなと思ったんですよ最初そりゃ女性系 YouTuber って言われるわスクランブル交差点で女性系 YouTuber やばいけどはいはい、っていう感じでしたよ。マジで。え、マジですか、はい、ありがとうございます、いやー本当にあの森田さんはその1本目のコラボ動画の時も話しましたけども、その自分が性別をなんで変えていくその様子もうほぼ9割ぐらい YouTube に映してる方なんですよ。だから初期時代からもう舐め回すように見ていただくと、その森田さんの面白さっていうのがもっと 1.5 倍ぐらい増して、見れると思うんで、森田さんチャンネルはぜひチェックしてみてください。お願いします。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。いえ、ありがとうございました。
私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく